ここは負けられない一番人気、14番東海帝王。実力は完全に上位ですね。晴れ渡る空の下行われる東京レース場芝2418人の馬娘たちが挑みます。3番人気はこの子です。11番2番人気を紹介しましょう。三冠馬娘里野ダイヤモンド。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない、三冠馬娘東海帝王1番人気です。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは2番グラフィック、3番4番期待通りの結果を出せるか。1番人気東海帝王、北三ブラック快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは北三ブラック、このままリードすることができるか。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭は北三ブラック、単身で飛ばしていきます。東海帝王落ち着かない様子、冷静さを取り戻せるといいのですが。ここで先頭は4番、続いて北三ブラック、さらには3番、4番手、5番、1馬身離れて18番、6番並んできた。1馬身差里野ダイヤモンド、その後ろに東海帝王、16番並んでくる。外17番、内の方から10番、外から行く11番、向こう正面に入って先頭から新鳥までおよそ、どんなに暗くとも明けない夜はない。ご来光ですね。順位を振り返っていきます。現在1番手は4番、続きました3番、2馬身開いて18番、北三ブラック並んでくる。5番手、それを見るように6番、少し離れて17番、そのうち並んで里野ダイヤモンド、東海帝王ここにいます。その後16番、11番、並んでくる。1馬身差10番、1馬身離れて12番、残り 1000m を通過。1馬身離れて7番、1馬身差13番、それを見るように15番、後方2番手に1番、そして最後方9番、大欅を越え4コーナーへ6番、ここで抜け出した。まだ先頭は動かない、このまま直線での争いになるのか。東海帝王前を狙っているぞ。さあ内から先頭をかばうのは4番、さあ誰が最初に仕掛けるのか。東海帝王まだ抑えたままだ。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がる。2着は里野。